イストーリー。今日は、都電荒川線、後編、大内駅前停留所からスタートします。物資通の提供でお送りします。今回の都電荒川線、3分では収まりませんでした。前編は早稲田から大内駅前と、後編は大内駅前から三ノ輪橋と、分けてます。荒川車庫前です。このホームから出た車両は、一時停止しなくては、ならないみたいですね。そうしないと、車庫から出てくる車両とぶつかる？そんなことあるのかな？この天気している都電の車両、休みの日にならないと、入れないようです。これまた、残念です。そういえば、昔テレビのドラマで、男たちの旅路、シルバーシートというのがありました。お年寄りたちが都電を乗っ取るという話だったと、思います。次は、荒川遊園地前に行きます。遊園地の中で一番好きなのは、観覧車です。どんどん高く登るとき、街並みが遠くまで、見えるので、自分にとっては絶景です。ここでも、スカイツリーや高いビルなど、見れますね。次は、三ノ輪橋終点です。ちょっと歩いて地下鉄日比谷線か、お乗り換えです。この三ノ輪橋停留所も、関東の駅、約1000に、選ばれています。都電荒川線も昭和の街並みを今日も走り続けます。物資通の提供でお送りいたしました。レールウェイストーリー、次回もお楽しみに。